球から遥か6億光年の彼方、銀河系の中心を挟んで地球とほぼ正反対に位置する惑星ゾイドでは、共和国側と帝国側の二大勢力に分かれ、日夜激しい戦いを繰り広げていた。Thank you.
国軍は勝利を収めた。しかし油断はできない。帝国側はまた新たな戦闘機怪獣ゾイドを開発し、再び侵略を企てるに違いないからだ。